はい、どうも、こんにちは、大きなおばばです。はい、パナタンですね。まだまだ日向ぼっこしますね、ここでね。どうですか、パナタン気持ちいいですかねえ、はい。はい、はい。はいはいはい、おばばがね、日陰になっちゃってますね。はい、日向に来た方がいいよ、もうちょっとね。 はいはいはい。あらら,あららららら。あらららら。何やってるしょうがないですね。この猫は。はい。えー、皆さんどうもこんにちは。沖縄おばばでございます。これブレインデッドニュース。おケツも上がってますね。可愛いですね。これブレインデッドニュースさんのグラフです。ただのグラフでございます。はい。皆さん、ただのグラフでございます。何のグラフかというとね、目で呼び出し。はい。目で呼び出し。 が、あ、19年に比べて380%もはい上がっているということです。これ22年度かな？はい。え、約4倍になってるということですよね。メーデー呼び出し。はい。メーデー呼び出しっていうのはどういうことかというと、いわゆるね、船とか飛行機ですね。船とか飛行機を運転している人に何か差し迫ったね。 差し迫った事情があって、まあ、あの、差し迫った危険があってね、助けを呼び出す。これを命で呼び出しと言います。これが4倍です。はい。えー、380%増加です。約4倍です。すごい数になってますね。はい。 めちゃくちゃすごい数になってます。パイロットとか船舶の、まあ、運転をされている方ですね、えーまあ。飛行機とかね。はい、パイロットとかね。飛行機のパイロットとか、いわゆる船の操縦士さんとかね。えー、こういう方が、なんか、ああ、これやばいぞって。まあ、その船自体、もちろん飛行機自体がやばい時もそうなんですけど、運転している方がやばい時も、そういうことになります。 で、えー、これやばいから助けを呼ばなきゃーって言って呼び出すのが、目で呼び出しというんですよね。この目で呼び出しの数がですね、約4倍です。はい、いわゆるコロアンティーナの大冒険の前から比べて4倍です。皆さんどう思いますかこれ。はい、何の影響なんでしょうね一体ね。はい、えー、わかってますけど、言えません。 はい。分かってますけど、言えません。特にね、えー、こういう船舶とかね。あと、まあ、飛行機ですね。に、日本でもやってましたよね。キャンペーンね。はい。えー、いわゆるお祭りでございますね。おちくわちゃんのね。はい。えー、まあ、お祭り、祭りだ、いわしゅうわしゅうっていうのにね。お祭りに、えー、全員参加するようにってやってましたよね。はい。 その結果がこれでございます。はい。何が起きているのか。もう本当にね、えー、安心できる乗り物がありませんねっていうことですよね。はい。えー、まあ、メーデー呼び出しですよ。メーデー呼び出し。はい。なんでメーデーなのかよくわけがわかんないんですけどね。 なんでこういう名前なのかは。はい。まあ調べればね、興味深いとは思いますけど。うーん、もうね、うなりますね。安全なあところがどんどんとなくなってきてます。なのでね、旅行なんか注意した方がいいですね。はい、えー。特にね、海外とかね。まあ沖縄に来るのもそうですよね。まあ船で来るっていう手もありますけど、まあフェリーもね、出てるんで。 えー、まあ、なんていうのかな、安全性を考えれば、船の方がまだマシかなとは思います。はい。えー、空はね、ちょっとね、空でこの目で呼び出しがあった場合は、ちょっとやばやばですからね。まあ、船の場合はね、えー、まあね、えー、最悪沈んでしまうということもあり得るんですけど、まあ、あの、船の場合はね、 あのー、日本のね、あのー、巡視船なんかもそこら辺にいるんで、えまあ、すぐ連絡がつきやすいし、まあ、何て言うのかな。えー、取り替えると、まあ、操縦資産を取り替えるっていうこともできますからね。はい、まあ、ごめんなさいね。えー、飛行機の場合もね、副操縦資産が普通は乗ってるんで、まあ、大丈夫なことがほとんどなんですけど、 まあ、とりあえずやばいことにはなってきているということでございます。はい、えー。安全な乗り物がどん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 となくなってきているということですね。えー、これ向こう側のね、思惑通りですね。はい。向こう側はなんて言ってもね、15分の都市でございますからね。はい。えー、徒歩15分圏内に押し込めてしまおうっていうね、そういった狙いがありますんで、 えー、これをやったことでね、15分の年に近づく。はい。えー、そういった目論見みもあったのではと思います。まあ、サクッと上だけでなくね、まあ、いろんな目論見みがありますけど。はい。えー、まあ、我々はいろいろとね、考えなきゃいけない時代に突入してきたということです。 えこれねえ、旅行だけではなくね、物流にも関係してきますから。物流にも。言いたいことわかりますよね。はい。物流にも関係してきます。当たり前ですけどね。はい。そういうことでございます。えー、なのでね、えー、皆様、頑張りましょう。はい。えー、頑張りましょうね。はい、備蓄とね、えー、家庭菜園です。それでは、あ皆様また。 ごきげんよう、沖縄おばばでした。どうですか、バナタン。どうですか甘い子ですね、バナタもね。あららららら、かわいいですね。